コメントを入れますので、はい、お願いしたいと。はい、犬はどの辺から入ってくるんですか。ケント・デリカットさんが撮影の打ち合わせをしています。うちでサイドから、はい、そのカットですね。そのカットまたじゃあ明日昼過ぎで、昼過ぎに現場の方でということで。そうですね、はい、一つよろしく、はい、よろしくどうぞお願いします。お世話になります。どうもお願いします。というわけで、今日僕のお仕事の一日はおしまいなんです。で今日はですね、今までの時間は、まあ、テレビに出て、仕事をして普通の働くおじさんのケントだったんですけど、これからはですね、うちに帰って、まあ、パパのケントになります。実はこれからの時間は一番僕は楽しみにしている時間なんです。それでは帰ります。うちの教会の基本的なところは家庭にあるんです。僕はよく一日なんかね、仕事疲れるんですよ。テレビではケントですとは言ってるけどね、疲れる時ありますよ。ごめんね、夢壊しちゃって。でなんか家帰ってこなっちゃってるんですよね。玄関に一歩入るとですね、子供みんなダーッと走ってくる。一番足の速いのは2番目の子供です。ダーッと来て、お父さんお帰りって言うんですよ。そこで抱っこします。子供が ここに注意してくれるんです。すると一日の疲れ半分は解けるんです。その後家内が出てくるんです。お帰りで家内がこっちチューするんです。お粗末様です。するとまた残っている疲れもう一つ半分が解けるんですよ。つまり家に帰ってくるとリフレッシュなんですよ。この家の中に愛があればいくらでも外悪くても平気なんです。だから僕は皆さんにそんな温かい家庭を築く努力をしてみませんかってお勧めしたいんです。そのために僕の行ってる教会でお勧めしているプログラムに家庭の夕べというのがあります。家庭の夕べって一体何でしょうか。まあ簡単に言えば、週に一度家族全員が集まって、そこで遊んだり、勉強したり美味しいものを食べたりして、まあ家族の絆を強める時間のことですよね。うちの場合はですね、毎週月曜日やってます。月曜日の夜、みんな集まって、まあうちはクリスチャンですから、まずあの賛美歌とお祈りで始まるんですが、でその後は僕、もしくはバーバラがですね、短いなレッスンをやります。簡単ですけどね、例えば、友達に優しくしようとか、勤勉な人になりましょうとかね。その後はですね、ゲームの時間になります。ゲームの時間はうちの子供たちが楽しみにしてるんですよ。でその後はですね、僕も特に、楽しみにしてるとこです。デザートの時間です。ほとんどですね、うちの家内の手作りのデザート、そこで食べるんですけど、まあ、ケーキとかで、また時によって僕と子供たちが作ったデザートを食べるんです。どっちかっていうと家内が作った方が美味しいんですけどね。さてこれから、家庭の夕べを始めようとしている人や、ずっと家庭の夕べをやっているご家族をちょっと紹介したいと思います。最初の家族は伊藤さんという、結婚して間もない若いカップルです。法律関係のお仕事をする伊藤さん、先日赤ちゃんが生まれたばかりです。泣いちゃってる。こちらが奥さん、そして生まれたばかりのサトルくん。この時はまだ名前がありませんでした。初めての赤ちゃん、すべてが二人にとって驚きと感動の経験です。どう大変かな、はい、私たちも産婦人科医としてこの仕事してまして、ただ単にこうお産を取り上げる産ませ屋にはなりたくないなっていう気持ちあるんですね。と言いますのは、このお産を通してですね、家族が絆を深められるいい機会だと思いますので。